お疲れ様です。無料のビットコインのコーナーでございます。えー、しつこくまだやってます。これはね、3月11日から始めたんで、まだ半年にもなってないんですけども、順調にビットコイン増えてますね。増えてますって言っても、金額にして2400円ぐらいですよ。大したことないでしょ。でも、こういったものを育てていくところに、無料で稼ぐというね、道が開けるんですね。だって、手出し1円もないんですよ。 で忙しい中でやってるわけじゃなくって暇な時だけこのサイトを見に来てこちらのルーレット回すだけですからねで無理だったらやらなくてもいいわけですよその他無料にこだわって私はやってますけどもまどろっこしいなと思ったら手出しでお金をねこのサイトに投げて BTC を増やすっていうところに廃炉で挑戦したり賭けってのをやってねカジノで増やしたりとか報酬みたいな感じで まあちょっとだけね、スキップすることができるんですよ。ランボを勝ち取ろうとか、BTC を獲得とか、コンテストとかいろいろありますけども、私はこういうの絶対使わずに、無料でどこまで、どのぐらいの期間で追求できるかなってのやってます。というのが、このサイトを知ったきっかけってのが、あるサイトを見てね、このサイトを知ったんですけども、 その私が知ったサイトってのがね、なんかややこしい言い方になっちゃってすいません。私がモデルにして,サしてるサイトってのが、3年で40万くらい稼いでるんですよ。もちろんビットコインが値上がりしたっていうのもあるんで、単純に40万稼いだみたいな形にはなってないんですけども、まあけどね、これからもビットコインに信頼を抱く中で、1円も手出ししたくないっていうことだったら、こういうのをやるしかないですからね。で、いろいろ気づいてきたんですけども、実はね、ただルーレット回すだけじゃなくて、 でこの緑の緑部分があるでしょこれはね、自分でプラスアルファできる稼ぎなんですよ。報酬ってところをクリックして、で、このいくつかのリワードポイント商品ってあるでしょ例えば、ホイール・オブ・フォーチュン・ボーナスってのをやると、この684、えー、リワードポイント、ルピーって書いてますけども、リワードポイントです。これは強制翻訳なんでこうなっちゃってますけどね。で、こういうのを召喚ってやると、 うん、さっきみたいにね、ちょっとボーナスをプラスアルファでもらうことができるんですよ。さらに楽しいトークンボーナスってあります。これも同じ RP ですけども、これも、ここら辺を押すことによってね、スキップできるんですよね。今のところ私はこのね、4つはね、なんとなく分かってきたんですよ。で、ギフト券ってやつなんですけども、これは、リワードポイントが18万3000もないとできないんで、ちょっとできないですね。リワードポイントっていうとね、これなんですよ。私が今317しか持ってないんで、とても、 ね、18万みたいなのはできないでしょ。でも、このリワードポイントは、どん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 ただでもらえるんですね。ただでもらえるものを貯めていって、先ほどの報酬ってやつをやってるんですね、これ、できる範囲のやつを。だから、こういったところ、66RP とかできるでしょ、うん。そういうふうにして増やしてます。プラス、この0.000244なんですけども、これがね、0.0003。だから、あとね、もうわずか500円分ぐらい増えると、あと、これに利息がつくんで、 今までの速度にプラスアルファをもっと早く稼げるようになるんですよ。さらに、さらにですよ、得点はありますよ。今、私のこのね、無料のビットコイン見てらっしゃいますけども、よし、俺もやってみようと思う方は、動画概要欄からあぜひね、エントリーしてみてください。そこには私の紹介コードがついてますけども、実はね、私が稼いだ分の一部が、私の紹介からエントリーした方にプラスアルファされるんですよ。これ普通、ネットワークビジネスとか逆でしょ 新しい参加者が出ると、参加者の稼いだ分の一部を私の方にプラスみたいな形ってのはよく聞いてるでしょ違うんですよ。あの、今回はね、私の紹介コードから、まあ、アカウントを作ってエントリーした方が、私の頑張りの一部を持っていけるんですよ。だからいいでしょうん。だから私から紐づく方が、一人とか、五人とか、十人とか、三十人増えれば、例えば三十人全員が私の頑張りによって分配を得れるんですよね。だから私は、 私のこのサイトを見て登録した方のためにもこれが頑張れるっていうね、モチベーションになるんですよ。私が稼げば稼ぐほど私のダウンラインの方が自動的に稼げるってことなんでね。うん。だから、やる気のある、私みたいにやる気のあるね、人から参加した方ってのは本当にあんまりやらなくても自動的に増えていくみたいな形らしいですよ。ということで動画概要欄からぜひね、エントリーしてみてください。まあ、1円もお金かけずに済みますんで。 グッドでしょ。それじゃ。